Welcome to live by Yakuza 6. But 私ただ男の体と私が思っていた以上にカムロ町に初めて来た時私は思いました。このホストクラブにキャバクラ、どちらもこの町の、しかしそのどちらもがキャバクラに通う男は女と飲みたいだけじゃない。だがホストクラブも同じだから、私は日本独自の品というものを省きサービスを改革したんですよ。もう十分分かった。辰川と、そうだ、残念ながら辰川はもう、それでも彼を探して、ただしその前にあなた方には辰川の情報は、飲み込みが早く、兄貴、あのリング、普段は客、レディーたちにとってかわ、他ではなんだ、ただし本日のメインイベントはご安心を。俺も安く見られたもんだな。帰るぞユータ。よう、あのリングであんたを倒せば。ええ、そうか。ユータ兄貴、断るり、こいつのムカつくホスト顔を殴れる俺がカムロ町に来たの。あいつはそれを考えると腹は、だから俺は、お前いいでしょ、堂島の竜をリングにお招きできない。君も可愛い顔している。客、お集まりのレディ、今宵もまた皆様に当店自慢の流血、そのお時間と、本日のシェフ、スターダストオーナーのユータ。心配しな、結局のとこ正面切って怠慢張ろうって言われてるだけ、広島ヤクザを。お名前をまだ伺っていませんでしたね。陽明連合会、感謝します。あなたには堂島の竜を釣るためのエース。なるほど、では期待していますよ。さあ、もういっちょ、なかなかいいよユータ君、これで君もな。待て、まだ終わったつもりはありませんよ。ユータはもう十分務めを果たした。どれだけお前にいたぶられようが、最後まで前を向いたまま倒れた。こいつはこいつなりの強さってのを証明したはずだ。俺が相手になってやる。お前の狙いは俺だろ。なるほど、ではメインイベントに移りましょうか。お勤めご苦労様。堂島の竜をひざまずかせることで、私は神軍派に過去の遺恨を忘れさせることができます。我々は新たな時代に向けて生まれ変わらなければなりませんから。お前にこの俺を倒せればの話だ。おいはあなたほどの男の目をも曇らせる。時代は移り変わります。もう桐生一馬の時代は終わったんですよ。あなたに引導を渡す栄誉に
私は今胸が躍っています。何とでも言え。だが約束は忘れるな、ハン・ジュンギ。辰川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップにのっとるのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。余計な心配はしなくていい。ゴングを。今この場にいる者は全員ここで竜の伝説を弔うのだ。余興は終わりだ、ハン・ジュンギ。私に恥をかかせる気か。お前らは何をしている。桐生一馬を。こ、素晴らしい。そして何、ジングオン派の古い人たちが。桐生さん、それがお前の。男として美しくありたいだけです。それを貫く姿こそが私にとっての戦いであり、あなたに敬意。ご心配なく、約束は守ります。怪我は痛むかな。あんたこそ桐生の兄貴にやられたんだろう。恨みがましい目をする。喧嘩といってもフェアに徹したつもりだがね。さあ
戦いは終わったんだ。調子狂うな。達川の写真だ。うん、お前の言う達川もこいつ。ええ、我々がスターダストのオーナーになって間もなく辞めましたが、達川は今その前になぜ彼をお探し、あんな小物とあなたにどういう、お前らには関係、確かに、ただあなたの動向を割れ、お互い腹を探り合って、例えば数日前、もちろんその方が今あなたが興味を持って動いていることはとなると、余計なことを喋るつもり、それとも達川は、つながりはありませんが、達川君はなかなか面白い男でして、どうやら彼は本気でホストをするために会長に来た。達川がスターダストでホストをしていたのは、めくらん、達川はスターダストを辞めると、彼が中国語を話せるのはご存知でしたか。何、間違いないです。桐生達川は中国語ができます。俺や田頭にも教えられるくらいで。ほう、君も大方可愛い中国娘でも口説こうとしたの。そう、それが外国語を覚えるにはそういうきっかけが一番ですか。達川君は店を辞めた後、その中国語を生かして西洋界のお抱えの情報屋になった。むしろ彼は初めから、それじゃ達川は、で、その中国人とのつながりを隠すためにカムロ言うた。達川はそっか、ガキの頃から知ってるんだろう。そうなんすけど、な、桐生さん、なぜ達川をお探しなのか、私としては大いに興味があるのです。そこまで話す義理はね。達川の情報はさっごもっともです。確かにそう、いいでしょう。私は達川、どこだ、カムロ町の中、占領通りから脇道に入ったところに大カビ、そのビルの2階に時々中国の女を連れ込んでいるようです。あ、兄貴、お会いできて光栄でした。人言派がと彼らが潰し合ってくれれば、確かに我々ですが、陰で抗争を煽ってるなんて。そうか、またいつでもおいでください。桐生の兄貴、早速達川の餌に行きますか。あれ、どうかしました。達川のねぐらは占領通りの脇って言ってたな。遥かが引き逃げされた、多分偶然にしちゃっていきそう。え、達川に話を聞かねうちは、だが、もし奴が遥かの、遥との父親だろうが。分かってます、兄貴。俺、この後例の大カビ、俺らが行くまで達川に逃げられねえように。それじゃあ。Ich dringend aufs Klo muss, beenden wir den Part jetzt, und das geht in der nächsten Folge dann weiter.